どうも、第96回ピンクユルークミュージックの時間でございます。真ん中の町浦ピンクです。夜6時、夕方6時、6時はちょっとね、夕方と夜の狭間というか、なんかこう7時からが夜って感じがしますよね。で、6時はこう橋渡しみたいな、夕方の5時と夜の7時の橋渡しみたいなね、一貫こう亜空間に行く時のなんかこう歪みというか、ね、歪みの部分というかね、それが6時でございます。というところで、今日はちょっとしんどいので今日でこれで投げっぱなしで、ね、歪みの部分の話だけして冗談でございます。ありがとうございますありがとうございます。誰にありがとうございます。講談師みたいな感じの止めがちょっと今日はしんどいのでこれにて終わりでございます。しんどい終わりの講談師がいいですおもろいねそれねはっきりしんどいって言ってもまあそこまで堂々と言われたら心配になるしね。腹立つ通り越して大丈夫かっていう、そもそも来んなよってことになるしねなんとかして断れよって思うけども、はい、うん、出てけえ方がマシやからねそんなやつそうですねということでございましてね、96回目でございましてですね、まあもう今10月27日なんで、11月1日からね、結構5日間ぐらいずっと大阪なんですよ。1日にラストワルツっていう元相方のヤング裕次郎と一緒になるっていう、17年ぶりに共演するっていうライブがあって、で3日が大阪のツアーで、5日がコートとピンク大阪って言って、この1日おきにライブがあるっていうので、はい、6日に戻ってくるって感じなんかな、1日に行って。なのでだいぶ大阪ちょっとね、ゆっくりはできひんねんけどね、合間がちょっとずっとライブがあるんで、うん、準備なりがあるのでね、なかなかなんですけど楽しみにしておるところでございまして、ちょっとね、前にね喋ろうと思って喋れてなかった話があって、はい、漫談家の YOU っていうライブあるじゃないですか、はいはい、うちのトゥインクルコーポレーションの後輩でワイダンをねやってる小寺たわごとが、もともとライブの主催者さんと一緒に主催してて、で漫談ばっかりやると。で普段漫談やってる人がレギュラー、お弁当箱、バニーピョン吉郎、僕、小寺たわごと、ヌラヌラ、この5組でやってて、でゲストで漫談家の人呼んだりで、普段はコンビでやってるけどこの人漫談どういうのやるんやろみたいな気になる人はこう呼んでもらって、読んで漫談やってもらったりとかするライブなんですよね。で前回のゲストが、もうずっと漫談やられてる万丹太郎さん、はい、もう芸名に入ってます、もう漫談というジャンルがね、はい、でバカよあなたの新藤辰巳さんが2人ゲストで来てくださって、でもめちゃくちゃ楽しかったんですけど、エンディングでまあ喋るんですよ、がっつりで。僕多分ねこのピューミでもね喋ったことあると思うんですけど、新藤さんがまあ女性芸人が好きっていう話多分したと、で僕はちょっと衝撃受けた話 でその僕の聞いた話をライブとかでちょっとちょこちょこやってた時に、その女性のお客さんからのどよめきが、はい、うわーっていう、うーっていうどよめきがこう起こるような話で、俺もちょっと衝撃やってんけど、その普通に女性芸人が恋愛対象でらっしゃって好きなんですよね、新藤さんは。女性芸人という存在がちゃんとまあリスペクトもしてると思うし、リスペクトプラスそれをもう勝るその変態感情と言いますか、恋愛感情でもです、変態感情です同じ響きで言いますけど、でまあそのデートしたりするとな、デートってって思うんやけど、でその意中のね女性芸人をまあ誘い、で2人でまあご飯食べたりなんかするんでしょうね。で夜お笑いライブに行くと、2人でね、で客席で見てると。でライブの中盤になった時に、それでは本日のシークレットゲストでございますって言って、司会者がね、壇上の、バカよなたの新藤辰巳さんですって言ったら2人で見てたその客席から立ち上がり今日の俺ゲストだったんだよみたいな顔をして、ドヤ顔でその客席を塗って舞台上に上がっていって、いやいやどうもどうもっつって、これがまあ非常に気持ち悪いっていうね僕の感想があったんです、はい、でそれを初めて新藤さんに、これほんまですかっていう事実確認をしたかったから、ほんなもうニヤニヤして、もう細い目でニヤニヤして、
あ、それ途中まで合ってますけど途中から間違いですよって言って、あ、そうなんですかって、正しい話聞かせてもらっていいですかって言ったら、あの本来自分が出る予定のライブらしいです、もう元々が。だからその女性芸人を知ってる状態で行って、あ、知らん状態よ、女性芸人知らん状態で行って、シークレットゲストとかではなく開演前にちょっとトイレ行ってくるわと言って立つ、ほんならそのライブの MC が新藤さんっていう、はい、それを新藤さんは、まあ、もちろん間違いなんですけど、間違いとはっきり言ってきたんですけど、一つも感じ方としては変わらない。確かになんかその自信満々にそれ後半から間違ってますよってあの言ってきたんですけど、はい、あの一緒なんでマジで指導さんほんまどうないしょうもない人やなっていうのでね、うん、面白いんですよ。そのくせね怖いですよ、ツイッターとかでね、あのつぶやき見たらですね、あの綺麗な花がこう路上に咲いた花あるでしょ、はい、それを写真撮ってね、あの綺麗に咲いてきてくれてありがとうとか言ったりして、いや引いとるやないかいや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 ちょっとのけとって、言うたやんいや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 そういうとこもあるロマンティストなんですよ、はいはいはい、だからそういう演出をするのもロマンチックにその日を彩るというかね、はいはいはい、新藤さんなり の, その女性芸人への愛と言いますか、サービス精神と言いますかね、そうなんだなっていうのは、まあ丸くオブラートに包んでおきますけれども、はい、やっぱりこれをねライブで喋った時にみんなどよめくのは事実なんで、はいはいはい、でいろいろ喋ってて、でまあそのまあみんなは責めますよ、もちろん新藤さん何してんすかみたいな、ちょっと気持ち悪いですよ、怖いですよみたいなこと言ったら、新藤さんの言葉がちょっとびっくりしたんですけど、いや M1 とかねそういうのってやっぱ難しいけど、 R1 とか賞レースってね、あの恋愛ワンだったらこの作戦はいいとこ行ってんじゃないって言ってました。恋愛ワンって何ですかその恋愛における技術とかを競う、それを聞かされた時に、はい、そのレギュラー陣一度一回絶句したんですよ、やっぱり恋愛ワン本気でそんなことを、まあにこやかに当たり前のことだろみたいな感じで喋ってたんで、はい、この中のメンバーで言うと恋愛ワンは俺が一番進むんじゃないかっていう、それぐらい素敵な恋愛におけるこの、はい、なんていうかこの過程、はい、やり方なんじゃないかとおっしゃってました、はい、恋愛ワングランプリはやっぱり、うん、ね、ABC でやってほしいっすよね、あやかましいわ、おええねんなんですごいな、でそれを言われた時の返し教えてくれ絶対 TBS でやってほしいその夢叶えさせたくないです、腹立つからねいやまあね、変な人やねんけどね、そういうねいろんな出会いが日々あるわけですけれども、そのお笑い芸人との、まあ、関係だけではなくですね、ミュージシャンの人とかとかもちょっとちょこちょこ仲良くさせてもらっていまして、はい、まあこんな言い方したら偉そうな言い方になりますけど、カッコつけたような言い方になるけど、でも昨日ですね、ドクター巻き出しさんというラッパーの方と2人でちょっと幡ヶ谷に飯行ってきまして、で巻き出しさんって現役の精神科医の方でいらっしゃって、はい、精神科医をもうがっつりやりながらもがっつりラッパーもやってるという、もう完全に二足のわらじを履きこなしてる、履き潰すぐらいのレベルでやってるような、そんなですね、まあラッパーの人なんですよね。で2人で行ってきて、でおもろいこととかいろいろ考えはる人なんですけど、もともとね最大に126キロぐらい体重あった人なんですよ。で企画でダイエットするっていうので、はい、最終的に82、3キロぐらいなんかな、までだからなりはったんです。20いや43キロぐらいバーンと落としはった。どれぐらいで落としたのかな、多分1年ぐらいで多分それぐらい落としはって、はいはい、でやっぱりどうせって企画にしようっていう、まあ、本当アイデアマンなんで、お世話になってる人とか仲良くなりたい人とかに1万円を渡しに行くと、はいはい、で何ヶ月後に
80何キロになってなかったらお渡ししますっていう、うーん、でもし僕が達成できてたら返してくださいっていう企画に俺呼んでもらったっていうか、僕の住んでるところまで来てくださって、はいはい、1万円これお預けしますって言って、はい、絶対痩せますんでみたいな言われて、頼むから痩せないでくださいっていうありながら、で俺はもうその日中に古着屋近くにあんねんけど家の、はい、そこで9900円のキャップ買ったんですよ。あぶくぜにですよ。結構高いですね、帽子で9900円。そう、しかも古着ですもんね、はい、もうそれぐらいの、このお金はもともとなかったものやし、はい、うん、絶対痩せないだろうっていうのもあったし、はいはい、うん、だってその時で120何キロじゃなかったんですよ。その時で多分 100は超えてて、でも110とかなんかな、うん、ぐらいから、でも80何キロも落とさなあかんで、大体20何キロ落とさなあかんわけやから、はいはい、まあ無理やし、まあ、これはもうすぐ使うに限ると思って、はい、もうすぐベージュのね、でかっこええなって思ったんですよ、はい、思って、もともとはそこで無理やり9000使ったりと思ってないですよ。フラッと1万円もらったし、うんうん、古着屋以降の感じでええやんかこれ、はいはい、で9900円これっていう感じの、うーんでもすぐ買って、もう祈るばかりやってんけど達成したんですよね。ほうほうほう、で返さなあかんわけですよ、はいはい、嫌なんですよ嫌なんですでその時がいつやっけな、今年の3月とかなかな、だから俺 R1 取る前ぐらい、2月ぐらいかな、はいはいはい、に達成したっていうのを俺見てたんですよ、はいはい、X で、ええ、達成しよった思って一番返さなあかんけめんどくさいと思ってでどうしようってなって、で、まあ、R1 やらなんやで、その後ちょっとバタバタさせてもらっとったりして、マジで忘れてて、はい、で一回タイミングで、あ、すいませんっつって、はい、達成されたのに1万円返せてませんねみたいな、飯行きましょうってその時返しますってなったけど、それも流れちゃって、俺また失念してて、ずっと仮爆状態がもう半年以上続いてたんですねでさすがにちょっと行きましょうと、ほんでいろいろ話したいし、その1万円の受け渡ししたのが去年の10月ですよ、もうだからちょうど1年前からお会いしてなかったから、行きましょう行きましょうっつって2人で昨日行ってきた時に、じゃやっと返せてんけど、はいはい、もうこういう顔しながら返してんけど、紙幣のだってね、あの人も変わってるわけですもんね、いやほんまにほんまに、はいはい、ただでもそうやな旧札の方で渡したんちゃうかななんか嫌でいやそんなことはないけど、そう忘れたけどで、まあいろんな話したんやけど、まあ本当になんかこのお笑いと同じだなっていうかね、その、まあ、その前にその始められた活動もいろんな話したんですよ。だから活動を始められた時の前の話の以前に、やっぱちょっとシンパシーを感じる部分もいっぱいあって、もともと青森の出身なんですよね。で青森市かな、青森の青森市のご出身で、で10歳ぐらいまでずっと一人っ子やったらしくて、で10歳ぐらいの時に妹さんかな、はいはい、ができたらしいけど、まあ、ずっと一人っ子やった期間があって、で俺も一人で人形遊びとかしてたのよ。うん、俺一人っ子なんですよ、でずっと人形でこのガチャガチャで出てくるあの金消しサイズのあのちっちゃい人形をカゴに入れて、でなんかあの天下一武道会みたいなのを自分でこうやってやって戦わすんやけど、はい、なんか畳のさあの線あるやん、あれのこっちからこっちとこっちからこっちチーム分けするみたいな自分でやって、はい、これが楽しいってね、うんうん、でこの俺がヨーでやってたらラピュタみたいに人形が降ってくるって設定やっててで降ってきてこっちの線よりこっち行ったこっちのチームみたいな、はい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 、でこう一人ずつこうで昨日ここで大激突した2人が次は同じチームみたいな、はいはい、自分の中のストーリー作って、はいはい、昨日の傷は覚えてね、あの覚えてるけどなみたいな言って俺には所詮勝てねえんだ的な、はい、ちょっとベジータ的なちょっとそういうあの仲間ではあるけれども、そのいつ裏切られるかわからん、こっちと戦うんやけど、でもここのとのバトルが始まるとかいうストーリーとかもやっぱドラゴンボール Z とかに感化されながらやってて、はい、で大きいタイプの人形もそこそこあってん、あの言うたらこのこれぐらいのフィギュアサイズのウルトラマンとか仮面ライダーとか流行ったでしょ、はいはい、これはまた別のカゴに入れてんけど、このちっちゃいガチャガチャの方の人形がこのでっかい人形吹き飛ばしたりするわけそういうありえへんマンパワーでブワーとかって、こいつ一人が今日はこのでかいやつらを全員吹き飛ばしたみたいな回もあったりとか、それをこう牧田さんも自分なりにやってたと。で牧田さんはお風呂に人形持っていくねんて、はいはい、大量に、うん、でこのお風呂のその湯船のこのヘリのところにこう並べて、はい、戦って負けたやつは全員風呂に落ちていくはいはい、はい、ほんで最後一人勝ち残った勝者が
俺と一緒にその敗者たち その負けたやつたちがこの残骸がこの水に浮かんでるのをこう2人で見るっていうでもねその全然やり方が違いで分かるわって言ってて、そういうなんかシンパシーだから一人遊びが好きな感じで、でまあ牧谷さん曰く青森にはやっぱりもう自分の望むものはこうなかったっていうか、なかなかその消極的に思えたんです当時の牧谷さんからはこの街が、はい、だからいろいろやりたいいろんなものに対してこの好奇心旺盛な牧谷さんにはやっぱりこう都会上京したいという思いがこうだんだん芽生えてきだして学生時代に、でお笑いもほんまにめちゃくちゃ好きやったと、で来世もし生まれ変われるとしたらやってますかって言ったらやってるかもしれませんねって言うおっしゃるぐらいめちゃめちゃ好きやったみたいで、吉本のマンスリー吉本ってあって、はいはいはい、あれを毎月取り寄せれた、マンスリーやからあれ月一やんねあれ、はいはい、あれを取り寄せてて行くこともできないですよ青森やから行くこともできない大阪までできないねんけども、ライブ情報がバーって載ってるやつの俺が面白いだなと思うやつ全部マルシェで、自分が面白いって言ってほんで行った気になってんねん、はい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 、そういうそのなんかそのそれもまあ一人遊びというか、でも溜まっていくわけですよそういう自分が行ってもないけど丸つけてなんか行った気になってるやつとかをこう見返したりとかしてニヤニヤしてたような学生やったと、はいはい、だからお笑いとかもこうめちゃめちゃ好きやったって言って、でもともと小学校の時ってすごい性格悪かったらしい、今めちゃめちゃ温厚で真逆の人なんやけど、はいはい、人がどうやったらどう言ったら口喧嘩で泣くかっていうのを常に考えてるんで、泣かしたい、はいはいはい、もうコテンパにやっててんで、はいはい、泣くまで、でもこんな俺じゃあかんなってやっぱなってきて中学入って、うん、芸人って職業の人たちはなんか毒舌とか喋ったりわーってすることによるとお金をもらっていてなおかつ人を笑顔にしてるみたいな、うん、思ってお笑いかっけーってなって、オンエアバトルとか当時のそのベースのそのテレビとか、はい、BS 的なものだったかな、だからそういうので見れる吉本のテレビ当時のベースのだから あれでしょ、笑い飯さん千鳥さん南海キャンディーズさんキリンさんのあの時代って言ってましたが一番こう活躍このベースで活躍してる時代のところにもう見てメモして、そのオンエアバトルのそのネタの内容とか全部メモして分析して それぐらいにこうどんどんのめり込んでいって、でもう代々ずっとお医者さん、まあ外科医とかなんですけど精神科医ではないって言ってらっしゃったけど、その代々お医者さんでやっぱり親父もやっぱ継いでほしいだろうっていう思いもあったりとかで、なんかそのおじさんがおるんやけど、おじさんが病院では勤めてたけど医師ではなかったらしい、医者ではなかった、おじさんがやっぱり一族の中で肩身狭そうな思いしててんて、お父さんほどの稼ぎないけどごめんねとか言ってお年玉くれたりするのを見てて、やっぱり医者になった方がいいのかなっていう思いに駆られ、やっぱりその大学行って医学を勉強するっていう方にこう進んでいく、であの大学入るためにこう浪人しちゃってとかあってんけど、その浪人してる最中に上京して、はいはい、で神奈川の相模原、はい、相模原の方の大学に受かる、でそこで医学部で勉強するんですよ、精神科医の頭勉強すんねんけれども、もともとやっぱり音楽的にも影響を受けたのが、笑いもそうやけどもライムスター、それも僕ともうめちゃめちゃそのもともと僕が始めたってことではないけどライムスターの影響で、ライムスターのこの動画でも紹介したワンスアゲンという曲があるんですけど、一回休止ライムスターがして40歳ぐらいの時にもう一回再スタートした時のワンスアゲンという曲にバチバチに感銘を受ける、で渋谷の予備校やったかな、予備校渋谷に通ってて、その大学入る前ですよね、で渋谷の時にライムスターを一回予備校の道路挟んだ前のセブンイレブンで見かけたりとかして、うわっつってこの渋谷来たらライムスターに会えるんだとかいろいろありながら、で相模原の大学行きながらラップ業を始めるっていう流れらしくて、で最初はバトルやねんけど、はいはい、そんな感じやったんですねって思っておもろかったのが、で2010年ぐらいに多分牧田さん始めてるんやけれども、計算すると
その時のラップバトルのシーンがやっぱ怖い人やっぱいっぱいおってんて、で一人あのほんまにすごい人いてみたいな話を聞いて、はい、ほんまにその相模原 の、 そのヤンキーみたいなほんまに怖い見た目の人が射程を二人連れて、はい、バトルにエントリーして、はい、で枠残ってますみたいな感じで言って、枠まだありますって言ったら、じゃあエントリーでみたいな感じで、めっちゃ怖い人が、はい、で射程が2人とも同じ格好してんねんて、はい、オーバーオールの、はいはい、2人なんか双子みたいな、双子みたいな格好してる射程を連れてきてて、で、MC 名は何て言いますでしょうかって受付のエントリーところに書け、あの射程が名前、いや自分で書けよとなんで射程に名前書かしてるんだかMC 名はちょっと忘れたけど、はいはい、で書かされて、ほんでその実際にその3人で行動してるらしいんやけど、裏でもね、あのびっくりしたんやけどと、そのオーバーオール着てるこのここら辺 の、 そのポケットのところに2人ともですよ、トンカチをめちゃめちゃ怖かったと。トンカチもいつでもそのご主人様がこうやられかかった時に行けるように、オーバーオールの2人のステレオタイプの2人 の、 その双子が同じトンカチをこうここに左右してるような状態で練り歩いてて、もうそれめっちゃ怖いやん。怖いですよね。で実際にもう自分に当たらんといてくれ、当たらんといてくれと、はい、願ってたら、まあ、あの当たりはしなかったみたいなんやけど、はい、その見ててんて、そのもうそのね、そのチーマーっていうか、はい、その反社会勢力みたいな人がどんなバトルするんかって見てたら、まあ、言うたらそのディスられるわけや、はいはい、そんな人も、はい、お前何なんだよってディスられてた時に、その双子 の、 そのトンカチ兄弟も客席で見てたらしいねんけど、あの耳打ちとかしてたらしい、あの攻撃された時に次何か言われたら行こうぜ怖いな怖すぎるよな。そんな状態の中ラップバトルをこう始めて、そこからどん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 こう音源出したりとかして活躍されてるっていう、はいはい、面白い人生ですねって、そのまあ他にもいろんなこと聞いたんやけど、まあ、かいつまむとこういう流れで、やっぱりこの相模原のね、そこの大学の医学部が割と、まあ、もうお金持ち、もちろん医学部多いやんか、でもその結構牧田さんの周り の、 その生徒はベンツで来て、ね、自分では払ったこともないね、お金稼いだこともないくせに親の金のねで買ってもらったベンツ乗ってきて、で俺ベンツはあるけど乗ったことあるけど自転車乗ったことないねみたいなことを自慢げに喋るようなやつばっかりやったと、クソがと、しょうもないって、その並んでる駐車場のベンツ見て、でなんかそういう感情芽生えてたのをそのなんかこうラップに落とし込んでた、そういう気持ちをラップバトルに落とし込んだりしてたって言ってて、で牧田さんからしたら夜の夜中のバトルでしみったれた結果になったら次また劣等感を感じる大学に行くだけになってしまうから絶対に語らあかんかったやつ、この話がね、はいはい、好きでした。めっちゃ意地でもああいうやつらに対して心の中で勝つためにも昼間その前の晩に必ず勝たなあかんかった、でも負けてしまうとまた次の日もう劣等感に苛まれるから、もう負けた日 の、 そのクラブ帰りとかはもう発狂しながらなんかアパートのところ の、 そのくぼみのところとかにこう顔突っ込んでうわーとかって言っててらしいね、もうなんかたまらんくなって泣きながらとか、で俺もやっぱりこう上京してきた当時ほんまにあの3000円エントリー代払っては滑る払っては滑るって半年ぐらい繰り返してて、もうあのね、この今中野やけどもうそこですよ、そこ の、 そのドン・キホーテの前、芸能小劇場の前のドン・キホーテの前をあーとかって、まあ、何回も言ってるけどこの話はもう発狂しながら俺帰ったりしてたのよね、そういうのもうわ分かりますとかで喋ったりとかして、うん、面白かったね。でそれとんがち兄弟みたいなこともまあちょっと少数友達はできて喋っててんて、はいはい、でとんがちで襲われそうになったって嘘ついてたりしてたし、だから俺は夜の世界でその派手にやってんだぜっていうのを昼のやつらにも、はい、あこいつなんか違うなって思わせるために、はい、あトンカチ襲われそうになってやばかったわって言って、はい、ちょっと待ってくださいよって俺と一緒じゃないですかやってることっていうでっち上げて話捏造して、はい、大学でやったこともう全然嘘ついてましたみたいな感じで言っててほんまは別に怖いなと思っただけやのにちょっと
いろんなことに巻き込まれてるみたいな俺を演出して大学の友達の前で喋ってましたとか言ってて、いろいろおもろかったな。なんかそういう、なんか人それぞれ影響されるものがあって、人それぞれの始め方があって、そうなんよ、すげえなと思って。でほんまにあの二足のわらじを履くってやっぱ結構言うてもネガティブな意味で捉えられることも多いや、二足のわらじみたいな言葉って。いやもう履き潰してはるから、とんでもない生活 してるから。今もその同時にそのこっちが精神科医が忙しいからといってこっちをおざなりになってたら履きこなしてるってことにはならんっていうことがあるんやろうし、だからもうどっちも全力でやってるがゆえにちょっとびっくりするような平均睡眠時間やったし、毎日マジで倒れないでくださいねって言ってて、でそうやっぱりなんか親父にとんでもない、まあ、医学部ととんでもないお金がかかる、その学費を出してもらってるっていう気持ちがあってやっぱ精神科医はやめないって言ってた。そこの恩は、そこのありがたいと思う気持ちは死ぬまで持ち続けようと思ってますっていうのは言ってたから。で牧田さん自身ももう綱渡りの人生、俺はこれしかねえんだ、ラップしかねえんだ、明日食う飯もあるかどうか分かんねえみたいな、ザ・ヒップホップな人生、ヒップホップなラッパーたちにめっちゃジェラスするし憧れるって、やっぱりかっこええなと思うけど、俺は俺のこの道を行くしかないんだっていうのでやってはってっていうので、俺もいやかっこいいですよっていう、牧田さんにしかできないラップが絶対にあるわけじゃない、精神科医としてやってるがゆえに、おもろかったね、有意義な。ということでね、今回の曲なんですけど、牧田さんとの縁がね、ずっとここ数年あるんですよ。でイベント呼んでもらったりいろいろしてるんですが、実はもう一番初めに、曲の MV に出させてもらったのが牧田さんの曲なんです。で芸人を描いた MV になってまして、これぜひ皆さん見てほしいんですけど、あわこめという歌がありまして、牧田さんフューチャリング元梅田サイファーだったオスカ君で、このオスカ君というのはもともと芸人やってたんです、今にょぼりげというコンビでやってる、あのミネってやつがいるんですけど、そいつとやってたチャリンコというコンビやってて、で今もラップに戻ったんですよ。あともうみんな知ってるラッパーサイプレス上野さんがこの3人で歌ってる「あわこめ」という歌、まあ、ざっくりとこの内容 そのテイストを言うと、その世の中やっぱり生きててラッパーとしてやってるけどいろんなことあるよね、でもこれなんかもうまさにこういういろんなこと起こることはコメディなんだと。でコメディだと、まあ、これは僕の解釈だけど、コメディだとしていろんな困難を、思えば乗り越えれるじゃないっていうか、なんかそのお笑い的なコメディ的なこととやっぱりラップの世界の苦悩をこうミックスさせたような、そう投影させたような、そんなまあ曲になってて、めちゃくちゃ俺も何回泣いたか分からんぐらい大好きな曲なんよね。でこのタイミングで牧田さんと飯行ったこの次の日のタイミングでこの歌歌えるっていうのがもうめちゃめちゃ嬉しいんです。で牧田さんのちょっとバースをね、抜粋してちょっとあの歌わせていただきたいなと思っております。とても大好きな歌 で僕はあの、劇場のオーナー役として出てんのよ。でその MV の中にいっぱい芸人さん出てるんやけれども、牛女とか、あと昔テレビっていう、あのミネも出てる、ミネがあの今のニョボリゲの一個前に組んでたコンビが、ミネもねもう繰り返し繰り返しでね、もうねうまいこと言ってほしい、ね、今にょぼりげって言って元竹内図のねガマノツイ君と組んでやってるからね、あのね言ってほしいね。あとあの村村田村、もうたびたび出てきます僕のね、あのもう腐れへんぐらいライブ一緒になってる、あの住倉カオスさんっていうね僕お世話になってる階段やられる方がいる、階段とワイダンやられる方がいらっしゃる、どんな2つなんやと思うけど、あとあのビビゴロさんも出ております。住倉カオスさんとビビゴロさんがこうコンビとして出てる、で芸人として出てて、その撮ってる劇場が下北ドーン、でこれが聞いた話のと来年の3月で閉まるというのを聞いてて、あの実はこのもう一個後に出させてもらった俺のガドロさんの MV も下北ドーンなんです。だからラッパーの方の MV 僕出させてもらったのどっちもドーンで、
やし俺ツーマンライブもやらせてもらったりとか、うん、日々のライブとかもやらせてもらったりしてるし、もうめちゃくちゃドーンにはお世話になっててね、まあ、ちょっとこの味噌のしかり、大阪の東京のドーンしかり、ちょっとゆかりのある地が劇場がちょっと閉まっていくの寂しいんやけれども、まあ、この下北ドーンで歌われ、まあ、MV 撮影されてたこの歌、あわこめ歌わし、あわこめ、あわコメディ、ちょっと訳してはあわコメって言ってるんですけど、あわコメディ歌わせていただきますということで、巻き出しフューチャリングオスカサイプレス上野で、あわコメディ。俺ら日々にもみくちゃんにされても、また笑い飛ばすために会ってるら、更新する追い書きの台本を、この人生そのものがアワーコメディ。セリフはアドリブっていうかフリースタイル、ほとんど読み返しすらできないような走り書きの手記が綴る舞です。大抵の日の願望はシンプルに笑いて、生き様なんて大層なもんじゃないけど、完結した時どうなってん、この人生来世には繰り越せん、だから神回は待たずたぐり寄せる、実際のとこ膝にあざばか、実に浅はか派手にこけてばか、でもどうせだったら回しとけキャメラ、ド派手な演出あとエキストラ、経年変化楽しんで超越、心にユーモア見栄と情熱、時には追いかけるあのショーレス、でもずっと終わらないこんなショーケース。俺ら日々にもみくちゃんにされても、ただ笑い飛ばすために会ってるら、更新する追い書きの台本を、この人生そのものがアワーコメディこんなのはないです一回止めて好きすぎてというか、感情がちょっと入りすぎて、一回止めたくなりましたこの人生そのものが好きなんですよ、こういうの。アワーコメディちょっとガテンガテン入ってましたごめんごめんからのナマステ、あれ好きなんですよ僕、エレファントジョンさんエレファントジョンさんじゃないわ、エレファントジョンさん、はい、そうです、はい、あのねということでございまして、まだまだ僕らのアワーコメディね、ヒロちゃんのアワーコメディ、俺のアワーコメディ、あなたのアワーコメディ、いろいろあると思いますが、頑張って生きていきましょうということで、96回目でした、ありがとうございました。